はい、あとね、パンツ、パンツも、言い忘れてましたけどすごくいいです。ぜひね、両国のライオン堂さんのパンツ、これ一回履いたらやめれませんよ。中国製とか、ね、2枚3枚組のやつとかね、買ってる人、ぜひこれ履いてみてください。すごくいいです。このね、まあちょっと見えへんかね、このケツのとこちょっと普通のパあれでしょ、やつより丸みを帯びてるでしょ。これが味噌でね、座ってもねはみケツしないんで、すごくいいと思います。まああと破れづらい、なんか座った時もこうねピッて張ってさ、この太もものとこバリバリっていったりするやん。そんなん一切ないからね、やっぱちゃんとしてますわ。ほんまはトランクスの方がいいんだけど、破れたりするから、ボクサーパンツとかさ、仕方なく履いてるから、蒸れたりしてさ嫌だとかさ、なんやろね、チンチンとかもっこりするから、あんま普段履くのに、ちょっとどうかなと思ってる方、両国のねこのライオン堂さんの、このパンツ、すごくまあいろんなデザインあります。僕はこれ気に入ってこれ履いてますけど、いろんなデザインありますんで、またね、トランクス、履いてみたい方、ぜひね、1600円です。ちょっと高いですけど、耐久性抜群やし機能性抜群なんで、横のカットはね、こういう風に丸くカットされてます。深いところまで、結構ねいいですね。ボックス型じゃなくて、いいと思います。はい、これも確かね 7L、8L ぐらいまであんのかな、下は 3L から出たしてます。はい、まあこのパンツの文句なし100点、文句なし100点、他のパンツもいろいろ持ってますけど、まあ僕はもう今これメインばっかになっちゃってますね。はい、両国のライオンドさんのパンツが、一番合ってるかなと思いました。もうこれ一回履いたらやめれないですよ、ほんと。まあね、ダボシャツもパンツも一回、気になる方はね、ライオンドさん行かれてみてはどうでしょうか。東京のライオン、東京のね、両国にあります。そこのね、なんやろ、14号挟んで、ライオン堂って角にあんねんけど、その隣にブックオフ、あって、ブックオフの前かに高橋っていう店があるんですけど、そこはね、浴衣とか下駄、草履、扇子、あとなんかお相撲さんが使ってるなんかいろんなグッズみたいな、グッズっていうかまあアイテム、みたいなのがいろいろ売ってて、そこも面白いです。浴衣とかね結構、安い値段でねいいのがあるんじゃないかなと思います。まあ浴衣とかなかなかなくて困る人多いでしょ。僕は経験ないですけど、温泉とか行ったらサイズがなくて、なんかデブの人だけ、パーカーとかTシャツとか着てなんかめっちゃ浮いてるみたいな、まあ僕は経験ないんですけど、まあそんなんがあるらしいんで、そんなんやったらね、自前で買ってね、持って行ったらいいんじゃないかなと思います。結構旅館とか温泉で着るような浴衣みたいなのも結構安く取り扱ってはるんで、そんなんあったらね、まあみんなと同じ、浴衣姿でね、写真とか撮ったり、一緒に遊んだりね、お泊まりした経験がなくて、寂しい思いしてきてね、温泉とか旅行行くのがちょっと、嫌だなって思ってた方もね、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ、そうじゃなくてもね、普通に、これからのシーズンね、浴衣とか、役に立つと思いますんでね、あったら、おしゃれでいいかなと思います。まあ、なんでね、ライオン堂さんに行かれたらね、その向かいの、ところの、高橋も、行かれてみてはどうでしょうか。平日はあんまり大々的に空いてないんかな、なんか平日はあんまり、定休日やったんかな、なんか土日の方がね活気あるっていうか、まあ商品バーって並べてる感じですね。はい、まあ店内入るともう所狭しとギューっともうぎっしりありますわ。はい、だから高橋も見てみたらいいかなと思います。せっかく行かれるんやったらね。はい、やっぱりね、醤油ラーメンにね、ニンニクは必須だよ。絶対美味しくなる。あのさ、ペヤングのニンニクあったじゃん。もう生のニンニクおろしそのままブチューって入れるやつ、あれ最高。
あれうまかったね。火を通したニンニクもうまいけど、生のニンニクもうまいよね。ガーリックトーストもうまいしさ、ペペロンチーノもうまいし、ニンニク最高だよ。あーうまかった。ごっつぁんでーす。バリうま、いいね。やっぱこのスープ最後さ、飲みきる時がさ楽しみだよね。カップラーメンってこれが一番幸せ感じるじゃん。あのお店のラーメンってさ、なんか最後まで飲んでもうんーなんか微妙だけど、カップラーメンってさ、なんかこのね、いかにもこう最後うんっていく時がさ、あーうめってなるじゃん。最高にうまかった。うん、てかカップラーメンってもうさ、麺はおまけじゃん。なんかスープがうまくなかったらさ、もう話になんないじゃん。で、まあ麺はもうある程度もうね、行くとこまで行ってるからさ、もうそれ以上はないんだろうと思ってて、あんま期待はしてないんだけど、まあ高いラーメン買おうが安いラーメン買おうがさ、カップラーメンって麺はあまり変わんないんだよね。うん。まあそれはね、なんていうの？スーパーでさ、60円、70円のラーメンとかはもうダメだよ。そんなんじゃなくて、まあ普通のさ、メジャーどこのラーメンだと、まあね、160円のラーメン買おうが、260円のカップラーメン買おうが、あんま変わんないんだよね。でもこれはさ、麺うまかった、ほんと。うん、角麺ってやつ。これ、なかなかいいよ。あんま柔らかくならないうちに食べたら、結構美味しかった。いやー、うめえ。海老名行きたくなる。今日海老名行こっかな。あ、でも今日はダメか。1軒目大月だもんな。2軒目横浜か。あー。海老名行きたくなるな。圏央道ができたからさ、海老名でさ、夜中ね、夜間限定ラーメン食べれることが減ったんだよ。でもあれはうまいね。ほんとうまい。うん。いろんな二郎系ラーメンとかあるけど、まあ、海老名の上りはうまいね。うん。さあ、で、じゃあ行きますか。はい、じゃあね、今日はね、豚骨醤油、ニンニク野菜入りラーメン、エースコックのね、スーパーカップ、食べてみましたっていうのをね、やりましたけど、これかなり当たりです。あ、点数か。Today's Hase San's point! 85! これ85点。うん。もうね、スーパーカップでここまで美味しいんだったら260円とかのラーメン買うのはちょっとね、考えるかもしれん。まあ具ね、レトルトとかさ、ね、具がちょっと入ってるぐらいじゃん。味はもうここまで来たら完璧だよ。はい、そう思います。うん、美味しかったです。はい、またね、気になるラーメンあったらやります。わさびペヤングね、今度やろうかなと思うけどね。うん、160円でしょ。だったらこっちもう一回食べたいよね。ちょっとわかんないけど、うん、またね、機会あったらやります。それじゃあまた別の動画でお会いしよう。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye.